今回は食材や飲み物を選ぶ際に、より体にいいものを選びたいと考えている方に向けて、体に良い食品と体に悪い食品についてお伝えしてまいります。具体的に一般に信じられているが、実は科学的根拠の乏しい健康情報にはどういったものがあるのか。1、炭水化物は健康に悪く、食べると太る。この考え方は実は正確ではありません。炭水化物の中にも健康によく、食べてもあまり太らない炭水化物と、健康に悪く、食べると太る炭水化物があるのです。健康に良い炭水化物とは、玄米、全粒粉、そばのように精製されていない炭水化物のことであり、健康に悪い炭水化物とは、白米、小麦粉、うどんのように精製されている炭水化物になります。もちろん砂糖も健康に悪い炭水化物に含まれます。2、果汁 100% のフルーツジュースが健康に良い。これも正しくはありません。実はフルーツジュースと加工されていない果物とでは、健康に対する影響が180度異なることが分かっています。最新の研究によると、フルーツジュースを多く飲んでいる人ほど糖尿病のリスクが高い一方で、果物の摂取量が多い人ほど糖尿病のリスクは低いことが明らかになっています。果物の中でも特にブルーベリー、ブドウ、リンゴを食べている人は糖尿病のリスクが低くなっています。また体重との関係においても、フルーツジュースを飲む人ほど体重が増加している傾向がある一方で、果物を食べている人ほど体重は減少していると報告されています。目新しさや話題性はないかもしれませんが、やはりすでに健康に良いことが長年の研究から支持されている食品を日々の食事に取り入れることこそが重要だと言えるでしょう。健康に長生きするためには、科学的根拠に基づいた正しい食事をとることが最も確実です。どのような食事をとれば、がんや脳卒中などの病気になりにくくなり、長生きできるようになるかに関しては、数多くの研究結果が存在しています。この科学的根拠に基づいた本当に健康になれる食事を理解しておけば、巷にあふれる最新の研究結果によると、という枕言葉で始まる玉石混交な情報に惑わされることもなくなるでしょう。この分野における研究の数は多く、科学的根拠の層が厚いため、一つ二つの最新の研究によって結論が覆ることは考えにくいからです。不動の本当に健康に良い食品5つ。数多くの信頼できる研究によって、本当に健康に良いと考えられている食品は、1、魚、2、野菜と果物、3、茶色い炭水化物、4、オリーブオイル、5、ナッツ類の5つです。逆に健康に悪いと考えられているのは、1、赤い肉、2、白い炭水化物、3、飽和脂肪酸、バターなどの3つです。赤い肉とは牛肉や豚肉のことで、鶏肉は含みません。またハムやソーセージなどの加工肉は特に体に悪いとされています。つまり白米や小麦粉を使った白いパン、うどんといった精製された炭水化物、牛肉、豚肉、バターは避け、玄米、全粒粉を使ったパン、そば、魚、野菜、果物、オリーブオイル、ナッツなどに置き換えるといいでしょう。このような食事をすることで、脳卒中、心筋梗塞、がんなどの病気を減らし、健康を維持したまま長生きする確率を上げることができます。注意してほしいのは、加工肉、赤い肉、白い炭水化物などは体に良くないと説明しているのであって、食べるべきではないと主張しているのではないということです。甘いものが好きな人にとって、甘いものを食べることで幸せな気持ちになり、人生の幸福度が上がりますよね。そういう方にとっては、甘いものをゼロにすることで健康になることはできますが、人生が全く楽しくなくなってしまうでしょうから、ほどほどであれば好きなものを食べても良いでしょう。このように幸福度と健康を天秤にかけて、毎日少量の甘いものを食べるという食事を選択することも合理的な判断と言えます。食事によって得られるメリットとデメリットを十分理解した上で、何を食べるかを選択しましょう。